さあ、1月11日ということで、1が3つするって何やらめでたい感じがしておりますけれども、さあ、校長先生が黒板勢いよく書いております。読ませていただきます。字青学。そうだね。ザ、あの、G-T-H-E 青学と書いて、はい。そうだね。ザって読むとやっぱり、青学のアが母音だから。すごい丁寧にありがとうございます。いや、黒板にどう書いてあるかをちゃんとね、こう、そうですね、説明をこうしないとさ。ありがとうございます。聞かない、聞か、うん。今日はね、我が校のまあ講師として新たにこう着任してもらってる。はい。青学の講師、ブルーエンカウント先生に2時間ぶっ通しで講義をねしてもらおうと思ってんだけども。はい。東京都12歳男の子ラジオネーム、はるばるる。はるばるる。ブルエン先生、うん、入学早々の生放送教室は緊張すると思いますが、頑張ってください。楽しみにしています。ね、うん、12歳だから小6中学校1年生。ああ、聞いてくれてるんですかね。ありがとう。はい、東京都15歳男の子ラジオネーム、今日の朝はカレーだよ。今日の朝はカレーだよ。田辺先生と教頭ってなんとなく似てませんか？メガネですよね、多分ね、メガネの。そうだね、黒縁のメガネとね、うん、そう、なんか髪、髪型ちょっと違うかもしれないけど。髪型ね、たまにでも被るところは確かにあるかもしれませんね。そうね。はい、うん。さあ、ということでね、こちらの方のメッセージも来ております。はい、兵庫県14歳のね、福国校でございますね、ラジオネーム。はい、今日学校で1時間目からね、体育で2500メートル走りました。しんどかった。でも、今日頑張ったらブレン先生が、スクローブロックに来てくれるんだと思って頑張りました。うん、ブレン先生のおかげで頑張りましたよ、ということでございましてね。田辺先生。はい、はい。ちょっと、ラジオ慣れしすぎそうだ。すいません。すごい、慣れたコミュニティラジオ感がすごい。その、呼び込む前にもういるという術。そうですね。さらに喋り出したら、その、AM の夜中の深夜のパーソナリティが喋り出した。ラジオに慣れすぎだな。この番組はブルボンの提供で。いや、早い早い。それ俺がもうちょっと後で言うやつだ。あと、あと、いや、ブルボンさんに本当お世話になってますよ。ありがたいけど。はい、そうですね。いるんだよね、もうね。実はですね、俺だけじゃございません。あら、いや、嘘でしょ。もうね、こっちはね、もうね、軍団引き連れて行きます。田辺軍団？田辺軍団。田辺軍をね、もう。田辺軍？田辺軍。ちょっと田辺軍の声聞かせていないじゃん。それじゃあちょっと自己紹介してみよう。せーの、ブルーエンカウントでーす。もういるね、いるぞ、これ。みんないるぞ。今日ね、もうね、言ってました、この前先週。2時間ぶっ通しで今日はスクールオブロックをジャックするんだと。ブルーエンロックスの中でね。もちろんでございます。だから今日はね、徹底的にみっちり青学の授業していきたいと思っております。いや、それいいんだけど、軍団長はすごい威勢いいんだけども、その、団員の3人が、ほら、辻村先生も目がもうバキバキになっちゃって。もう、写真で押さえてこれは。辻村先生なんでそんな顔が茶色なんですか？あれ、動乱の力かな、これ。動乱すごいですけどね。直前まで土の中で生活してた。ちょっとさっき出てきたばっかで使ってるよね、ちゃんと。遅刻ギリギリだったんだ。ぬかに使ってる感じがすごいしましたけど。じゃあもう行ってくれるってことでいいんすね、今日はね。もちろん今日いますから、安心してくださいよ、二人今日。安心します。ありがとうございます。さあ、スクールオブロック本日も開講です。キリッ！よし、立て、みんな立て。はい、立て。まず立て、まず立て。そうだな。何も言わないで、まず立て。じゃあ挨拶ももう行けるってことで、行きましょう、行きましょう。土村先生行けるの？行けます。何があったの？お願いします、お願いしますよ。レイ、サーキャーメン！未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロック、校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、京都の芦田です。千葉県13歳女の子ラジオネーム、カンマナ。カンマナ。ブルエン先生の曲は全部突き刺さる曲ですが、私はラストヒーローが大好きです。これね。魂の叫びというか、いろんなことを感じました。ものすごく刺さった一曲だし、ああ、へこたれてらんないなと思いましたと。ありがとうございます。嬉しいね。いいね。これはまさにもう誰かにとってのこう、最後のヒーローになりたいと思って作った曲ですから、しっかり。だからみんなと一緒に聴かせてもらって、本当にぶち上がったし。嬉しいです。嬉しいです。本当に嬉しいです。もうそれこそ校長先生、レビューも書いていただいて。ありがとうございます。ブルーエンカウント先生の G エンド特設サイトの方で全曲解説させていただいてね。ありがとうございます。恐れ多い恐れ多い。本当に校長様様でございます。見ていただいたりもちろん見ました。一言一句忘れておりません。ちょっと言ってもらっていいですか？ラストヒーローみたいな2行目ください。ラストヒーローはもうこれだ。これが今俺の元。ひどいよ、田辺君。唇のあなたはひどいよ。すいません。震えがひどかった、唇の。後でググります。いや、ググらないで、ググらちゃう。そこそこ、見ます、見ます、見ます。ってことで、今日はもうオープニングドア玉からゲスト講師に来ていただいてるんで、改めて、紹介したいと思います。我が校の青学の講師こと、ブルーエンカウント先生。よろしくお願いします。ブルーエンカウント。
ってことで、もうみんなねもちろん分かってると思うけども、改めてお一人ずつ、はい、お声いただいてよろしいですか。はい、はい、失礼します。ブレインカウントのボーカルギター田辺俊一でございます。お願いします。ギターの江口雄也です。お願いします。ベースの辻村優太です。お願いします。ドラムの高前良秀です。あー、ごめんなさい、最後のだけこれでちょこちょこちょこ。ドラムの高前良秀です。どんどん劣化してる。味締めてるやん。甘がみ拍手怒ってるし、なんかブルエ先生、これねスクロブロックには何度も生放送教室来てもらったりとか、そうですね、イベント一緒ね、出せてもらってんすけど、なんとこの1月からねレギュラー講師として。ありがとう。こちらこそ本当にありがとうございます。嬉しかったですよね。青学の講師として赴任してもらってて、もう本当にただもうやっぱ前任の先生がラッドインプス先生だったということで、そこのやっぱね、そこの部分も全然気にしてない。全然気にしてないですね。オリジナルバージョンにしない。ありがとうございます。すいません、すいません。もうでもこれだから青学の講師としてこのやってくれてるわけですけど、青学の講師ってそのなんすかっていう、まあでも青山学院。いやいや、このまま言っちゃダメ、言っちゃダメ。それをいかに遠くするかな。それも言っちゃダメ。それも言っちゃダメ。一番それブレインだから。ダメダメ。そうなんですよ。だからその青学、まあ別にそのそういうあの実在する大学の名前ではございませんで、その青を学ぼうと。なるほど。そうなんです。青といういろんなね、青春の青、青臭いだとかね、もう本当にそういういろんな青の部分が多分青春にはあると思います。この部分をみんなで分かち合って、辛い時は乗り越えて、嬉しいことは一緒に喜んでっていう授業をしていきたいなと。そういうことね。そうでございます。それでこう青学の講師。そうですね。でももう授業ももう始まっていて、もう着任しておりますね。あのこれこの間の授業だっけ、先週ですね。はいはい、高村先生がなんかその、そうですね、この我が子唯一の高村っていう。そうですね、まああのブレインカウント唯一の高村という。そりゃそうなんだよ。他にいない。それぞれそうだね。それぞれそう。分かんなくなったら困るんだよね。生徒のみんながちょっと戸惑うと思って。唯一の高村だよなって。そりゃそうなんですけど。大変跳ねたということで。そこまでが大変聴取率がアップした。自分で言う。伺っております。それは高村先生的にはどうなんですか、唯一。まあ唯一の高村的には、やっぱり自分で言うんだね。取り込んでるの。やっぱ4人の中で気がついたんですよ、今日。いやもう噛んでるし。今日気がついたら、何か気づかれた。俺、唯一の高村じゃんと思って。もう言えてねえ。全然。唯一の高村。これはもう、あの、ブレンロックス、通常放送だったらカットです。そうとか、今日は緩い方ですよ、だから。だからこのまだ3ヶ月限定なわけじゃないですか。そうですね。そん中でもだから高村先生のさ、滑舌も仕上げていってほしいし。いいですね。いいですか。まあでも期間限定講師なんですよ、これはね。で、まあゴールがもう設定されていて、学校の生徒の学校でのねサプライズ卒業ライブ、そうですね、マイジェネレーション2017サポーテッドバイジェイコム、ありがとうございます。ここがこうゴールとして3ヶ月間そうでございます、走り始めてるわけですけども、はい、これだから応募もね、もうめっちゃ来てるらしい。すごい。し、来たかな、オセアニアから来たよ。海外から。すごいだけど、先生。届いてたんだね。そこまで。からね、来たかな。江口先生的になんかこう、どんな学校行きたいとかってあったり。そうですね。やっぱし、僕たち地元、まあ熊本っていうのもあるので、まあ地元に帰ってみるのもいいですし、まあそれか今まで一回もまだライブに行ったことない県とかもあるので、まあそういうところでやってみるのも面白いかなっていうふうに思いますか。全然だから今からでもまだ間に合うから、これ聞いて初めて知ったってやつは、あの詳細とかサイトに載ってるんで、ぜひちょっと調べてみてほしいし、楽しい日になると思うんですよ。全力で。さらにこの2017年1月11日水曜日という日はね、ブルエン先生にとってはまたこれどでかい日で。はい、そうですか。俺か、え、急に江口先生のを見てどうですか。どうですか。田辺先生が回し出す。紅茶がもう一回言うわ。田辺先生、ラジオなりすぎだよ。紅茶がいるんだから。いろんなところでやってんだろうけど。2017年もっと仕事欲しいなって思いまして。テレビとかの司会もやってんじゃん。この前、今やらせていただいてます。そうでしょ。新たな棚で。ここは俺らに任させて。すいません、ちょっとお任せします。ありがとう。1月11日何の日だって話でしょ。そうです。今日はですね、取るな、だから。そこも俺だったんだ、今。いいよ、言っていいよ、じゃあ。すいません、俺ね、気づいた。基本、台本見てない。台本とかないから。台本存在しない。ああ、そうです。ないよ。ノート見てない。もう、ノートでもいいんだけど。じゃあ、田辺先生、今日が何の日かちょっと言ってもらっていいですか。いいですか。本日は、ブルーエンカウント1年半ぶりのフルアルバム、ジ・エンドの発売日でございます。出た！これです。ほんとこれ。さあ。
駅とかにもでっかくさ、はい、写真が撮れる、そうですね、渋谷の駅にも、もうドカンと、ちょうど今日通って見てきましたけど、はい、どうでした、どう思いました、いや、ブルエンだなって、そのまんま、すごい薄い情報ですよ、こんなに薄いとは思われない、もう、三つおさんでも書かない、人間だな、みたいな、ブルエンだな、はい、そして、そんなブルエン先生、今日来ていただいて、ブルエン先生を迎えて送る今夜の授業は、はい、スクールオブロックの生徒たちによる、ジ・エンド全曲レビュー、おー、ってことで今日発売になっているこのジ・エンド、はい、全13曲収録されてるわけですけども、はい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 、もう聞いた感想とか、うん、曲の解説、うん、あとこの曲のここが好きっていうピンポイントだね、わとこまでもう生徒の前が感じたレビューをね、うん、全曲していこうと思っている、嬉しい、収録された楽曲を聞いて君が感じたことやもちろん受け取ったこと、ね、伝えたいこと、はい、今すぐ学校掲示板に書き込んでほしいと思います、はい、これマジで2時間のうちに行こうと思って、終わんないですよ、はい、だからラストヒーローだからさっきもうね、うん、かかって書き込み読んだから、ね、これもしもだから時間通り行かないと、はい、俺全然明日も来ますからね明日来ちゃう、はい、来ますよ、でもその前にジェットストリームがあるんで、あ、そっか、そこになだれ込むっていう可能性、いやいやすごく迷惑なことをジェットストリームなんかねやっちゃうただ副機長としてね、そうですね、うん、俺やります、もうまさにハイジャックということで、何ちゅうことなんだちょっと黙っててくれ、ちょっとアドレスを読め、行こう、もう学校掲示板メールすべてはスクールオブロックのウェブサイトからアドレス PC 携帯ともにwww.tfm.co.jp/ロック www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK、 ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800。ここも好きなんだよな、すげえ、愛媛県16375ラジオネーム、アシタカ系女子、アシタカ系女子、私はルーキールーキーが一番好きです、うん、何かに挑戦するとき思いっきり背中を押してくれる曲です、今やりたくないこともなくダラダラと学校に行っている私も早く自分の夢を持ちたいと思いました、うんうん、ね、まさにそういう曲です、うん、本当そう、思いっきり頑張れよってこう、うん、ねえ、出らっしゃいっていう曲、優しく背中をねこう押してあげられる、ただここのブースに入るともうこれですか、はい、このコーナーはもうとことん行けって感じとことん行けと、うん、行けというか、飛び立とうってだから曲でもあるわけじゃないですか、これね、ちょっとじゃあ明日学系女子もこれありがとうだし、今日も2時間まだまだね、うん、他の曲もたくさん生徒のみんなにレビューしてもらおうと思ってるんで、はい、ブルエン先生2時間ガッツしお願いいたします、かかってこいよ、ブルエンカウントルーキールーキー、以上スクールオブロックブルボンがお送りします、未来の鍵を握るレイディオスクールオブロックと申します、スクールオブロック、僕らは待てた、何も気にしないでさ、放ってよ全てに変えて、言えるあなたは大丈夫大丈夫大丈夫だ、千葉県31歳、お男の子、ラジオネームルルスン、ルルスン、はい、いつも元気もらってます、お大丈夫が大好きです、いつも辛くなったり落ち込んだ時に聞いて涙を流してリセット、うん、本当に元気もらってます、同世代ってだからことかな、どうですか、ほぼ ね、ほぼ同世代、はい、僕らはまだ全然わかんないですけど、そこはなんで濁すの、んでなんで年齢を濁すの、アイドルキャラ定めてもらっていい確かに19なんで、ね、俺はどう、そのさっきまではやっぱビースティーボーイズだった世代がね、同世代でしたけど、ね、世代もね、まあ定めない方がいい、そうですね、まあまあジュークということで今日は行きたいなと、出た飛行機雲に空を曇り空曇り空待ってダメだ、うん、ちょっとダメだダメだこれやばいぞなんでそこ二人とも知らないんですか一回帰りましょう一回頼む大切な曲に大事大事大事、レビューくれてんだからルルさんがありがとうございます、多分お仕事もされてるだろうに、そうですよね、だから曲にいっぱい力もらってね、いやでも本当にこれはでも本当にあの、うん、年齢性別問わずにちゃんとあの伝わる曲だなと思いながら僕も作ったので、うん、ありがたいですね、ルルさんどうもありがとうありがとうありがとう、東京FMから全国38局向けて授業中、スクールオブロックが送る卒業ライブ、マイジェネレーション2017サポーテッドバイジェイコム、ブルーエンカント先生と俺たちに来てほしい、学校ただいま絶賛募集中、校長の富山です、ロックのスペルは LOCK、 応募の締め切りは1月31日の24時、詳細はマイジェネレーション2017の特設サイトにて、教頭の芦田です、
さあそして今夜の生放送教室には本日1月11日ニューアルバム「ジ・エンド」をリリースされた我が校の青木学問青学の講師こと、エンカウントのスペルは ENCOUNT せーのブルーエンカウントでーす。あるのそういうの。なりますね。ねえよ、出ましたね。早めに打ち込まれてないって言って、すごいスピードで言われてるよ。もう今年一番の出ましたね。もう出ません。これはむしろ楽しみすぎだよ。もう寂しい。そうだったら、いやーでしょ、なかったらないで欲しくなるよ。たまにめっちゃ悪いよ。そういうこと。覚えられる。今日お願いします。だからお願いします。なんでそのキャラでもまま行っちゃう。戻って帰ってきて。やだ、帰りたくないな。なんでお姉になっちゃったんだよ。そっちまで崩壊しないでくれ。ブルーエンカウント、エンカウントのスペルは ENCOU。 あ、言えなくない。送る今夜の授業はスクールオブロックの生徒たちによるジ・エンド全曲レビュー。ありがとうございます。あれですよ、全13曲収められているこのジ・エンド、はい、聞いた感想とかここが好きとかピンポイントでもいいし、そういったものを生徒のみんなからもうもらって全曲レビューこれしてこうではないかと。そうですね、もうすごい嬉しいですね。これはありがたいです。もう3曲ルーキールーキー、ラストイヤー、そして今の大丈夫、はい、言ってるんでこの調子で13曲、ね、行こう。全部行、ね、きましょう。行ってみましょうか、はい。埼玉県14歳男の子、ラジオネーム中ちん。中ちん、たわけ。4曲目、はい、これはいいですね。ジエンドやばいです、かっこよすぎです。ありがとうございます。たわけが自分をぶん殴りました。あ、いい表現。もうやばいを通り過ぎてパナイ、マジでパナイです。いや、とにかく今ある力ぶっ放したいです。どんな壁が出てきても何が何でもぶち壊そうと自分に誓いました。ありがとう、嬉しい。しい、ね、このそうですね、ロケットスタート切れるような曲だと思います、うん、そうね。自分をぶん殴ったっていうのこれすごくないですか。乾きが攻撃力半端じゃないってことですよ。これはもう言えないこと言ってくれます。そうですよね、これね、本当にまあ本当言えないからこそこの曲にね、みんなでこうぶつけて楽しもうよっていう曲で作ったので、うん、もうこれライブでね、みんなでもう多分もう何かあればあるほど楽しめるんだと思う曲なので。俺未だにやっぱ37なんで、はい、そのこういうこと俺やっぱ未だに音楽とかロックに求めてるんですよ。はいはいはい、もやもやしたものとか全部投げて。でも、うん、うん、先の、はい、あ、僕、あ、はい、そうそうそう、当時のだから俺10代の時の、そうバイト先でイライラしたこととかを本当に読んでくれてる。読んでるっつって。読んでくれてる。最初のボケですからね。やめてください本当。だから本当そういうなんかなんつーの、燃料スイッチみたいなのもに使ってほしいなと思う曲着火ですよこれで。ね、はい、負け。ありがとうございます。他にも来ております。兵庫県15歳男の子、ラジオネームロックオミ。ロックオミ、一番好きな曲はなんといっても1曲目のジ・エンドです。最初の方はネガティブな歌詞が最後2文字で希望に変わるところがでも最高です。音的には前半は一緒のコードの連続で、うん、そこからあんなに深いメロディーになるなんてすごすぎです。深い。聞き込んでますわ。僕の解説が深いです、ね。何歳ですか？15歳。いや、まあ、すごい。すごいな。コードまでわかるね。もうソニーに呼びたい。急に就職が決まる。もうソニー決定ですよ。早い。ありがとうございます。いや、嬉しいっすね。こうやってね、一曲ずつね。このロックオミが言ってくれてることまさにそうで、最後のね、最後でこれポジティブに変わるっていうことなんですよね。最後まで聴けばこの色が変わるという。本当に不思議な曲で、まさにこのアルバムの最初彩るふさわしい、うん、しかも最後の曲が始まりじゃない。そうなんですよ、同じ意味だなって僕思っちゃった。そうですそうです、うん、だからその結局この言いたいことは終わりっていうのはやっぱ表裏一体で始まりということになってるということを、やっぱそのすごくそのネガティブなタイトルだからこそブルーエンカウントはポジティブに変えるという意味でございますね。うん、あ、うん、1曲目のジ・エンド、はい。そしてもしもし、もしもし、校長の遠山です。京都の下です。そしてせーの、ブルーエンカウントでーす。あれ、三大テノワのテノールの人がいたんだ。ごめん、何も教えて。ごめんな。島県17歳、滝野心です。滝野心、滝野心、はい。17歳ってことで高校は何年今？2年です。あ、中二高にはフリーダーム。フリーダーム。フリーダーム。ナイスフリーダーム。富山の生徒が混ざってきた。同時に黙ってごめんな。ありがとう。ナイスフリーダーム。滝野心はこれジエンドはもう手に入れている。はい。昨日フラゲした。ありがとう。いいやつ。じゃあもちろんもう聞いたんだよ、アルバムはね。はい。ちょっとじゃあどうしようかな。そのレビューしてくれる曲も聞いちゃいます。そうですね。まずそこから始めましょうか。はい。何をレビューしてくれる滝野心は。涙です。
涙、はい、6曲目の涙、うん、いや田梨、はい、滝のシーン、はい、いや裸にしないですファイヤー出ちゃってすいません、滝のシーン、いやお目が高い、これはもう、はい、お目が高いです、どういうことでこの涙、ね、どういうことを思った、聞いて、うん、自分初ライブ初武道館が初ブルーエンカウントだったんです、うん、うわすげえ、しかも福島から来たんだ、マジでか、はい、うわうわ今すぐ抱きしめたいわ、ありがとうなお、うん、ありがとう、はい、それでそれでその時の新曲、うん、新曲を聞かあの披露していただいて、アンコールでね披露したんだよね、はい、アンコールで、うん、その時の新曲がさっきまでみんなして、タオル振り回して、うん、盛り上がってたのに、うん、その新曲が始まった途端にみんなで聞き入るようにして、そうだね、でちょっと自分3階席の横が、うん、横から、ほぼ横から見てたんですけど、結構じゃ見づらいっちゃ見づらい、そう横からはね、はい、確かになんですけど、逆にその時すごくいい景色を見れたというか、お客さんも込みでね、見えてるからあんなにだから盛り上がってた会場が、もう本当に水を打ったかのように曲を聴き入ってくれてるということで、うん、そうだよな滝野心な、はい、俺らその、うん、どう、よいよその4人、ブレン先生の4人の横顔が見れて、うん、でそれで聴き入ってるファンのみんなの顔も見れて、うん、すごく大切な歌になったというか、あ、だからその逆に言うと、その場所から見てるまたいい思い出になったということですね、うん、その光景がやっぱ思い出になるからな、はい、うん、嬉しい、井口先生覚えてらっしゃいますか、このアンコールの時の、いや覚えてますね、本当にシーン、なんか言い方ちょっと違うかもしれないですけど、会場がシーンとしてたというか、本当にもう一つの言葉も聞き逃しまいと、みんなが聞き入ってる感じがすごい僕たち的にも新鮮な感じだったなっていう風に、嫌なシーンじゃないんだよ、ね、そう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 、俺らもでも初披露だったからね、うん、この日やっぱ緊張はあったけど、聞いてほしいっていうね、うん、緊張感があったよね本当に、うん、俺らもお客さんも、うん、わあそうか、滝野心としてはこの涙という曲のレビューね、うん、はい、ありがとう、あとなんかブルー先生になんか伝えたいこととかあったら最後、はい、お、ちょうだいちょうだい、うん、ある、うん、大好きで、うん、それで本当に今こうして喋ってられることがすごく嬉しいんですけど、いや全然堂々としてくれてるよ、うんうん、でこれからも頑張ってください、うん、ありがとう、頑張ろうな、ね、一緒に、はい、うん、福島にもライブしに行くね、はい、お願いします、うん、ありがとう、うん、ありがとうな、はい、今もしもこう付き合ってるやつがいたとして、はい、うん、まあ、こういう経験を多分今後もしかしたらしなきゃいけないことがあるかもしれないし、まあ、ここを通り過ぎてるやつもいるでしょうし、そうですね、でもまあどうしてもやっぱ胸がこうグッとこうね、そうですよ、だからうん、この曲流れてる間、うん、本当に珍しく誰一人喋んなかった、うん、ちょっと入ってたよね完全に、いろいろみんな多分それぞれの景色を思い出してましたよね多分ね、俺も毎回この曲流れると移動中も作業をやめて聞くんですよ、わかる、すごいわかる、辻村先生もわかる、すごいわかります、でもなんかその落ちすぎないじゃん気分が、そうそう、なんかちょっと前向きにある意味なれるというか、うんうん、それ多分演奏とかなの、まあ多分結構ソリッドに作ってるのでギターロックなんですよ、ね、あくまで、ギターロックなんだけどバラードっていう部分をやってみたくて、それがまさにこの曲だったというか、いい曲っすね、これ、いやこの曲ほんと好きなんですよね、やっぱいい曲だなこれ聴いても、いい曲、素晴らしい、ブルーエンカウント涙、大阪府16歳女の子ラジオネームゆず、はい、13曲の中で私が好きなのは、うん、ハート、歌詞もメロディーもかっこいい、和訳見て感動しました、イントロで田辺さんが「ははって、ああそうですね、ちょっと俺がちょっとやるとうまくできる、ちょっとやってみてください、こうして手品師みたいな、どういうこと、今手品師をやってみて、やってみたらね、だとしたらやめてもらっていいですか、ハトをこう隠してる、そうですよね、急に手品やんのやめてもらっていいですかっていうか本人の前でやっちゃダメだってやらせんのよく全然俺は全然もう受け皿広いですとかになんかニヤニヤしてすげえ見てたよ、すげえニヤニヤしながら、悪い人だなだってそれ写真撮ってもらいたかった、自己連みたいな顔してる、ここのだから笑ってるところが、えこの後だっけ、このでしたっけ、このじゃないか、もう一番最初、あそこが笑ってるとこ最高に好きです、かっこピンポイント、そうですそうです、
ですって。これね、何回もね、笑いのところ取り直してます。いろんな笑い方これね、これ初めて言う、これ初めて言うことだ。でもさ、それを聞いちゃうと、次からもしかしたら笑っちゃうかも。いやいや、かっこいいとこだから、そのかっこいいところをその再現するのにめっちゃ時間かかったですもん。これこれ聞いといてください。聞いて。いや、ほんとね、すげえ大変だった。この後。いいよ。これね、かっこいいじゃん。これでもう違うんですよ。だから、これの何回もやったんですよ。何回もやってやって、1回目なんですよ。あ、じゃあこれが一番良かったってこと。だから1回目が一番良かったんです。だから最初何回ぐらいやったの。いや結構本当に20回30回、俺らもだって聞きながら、いや違う違うって言って、そう、何が正解だったって。そうなんだ。だからその単純にこの曲の音圧とか全部に合わせて聞くんですよ。だから最後まで聞くんですよ。あー、へー。本当にそのこれマジな話で、本当にその全部の空気感に合うように笑い方もちゃんと変えなきゃいけないっていうのが、そこまでこだわってやってんすか。びっくりしたでしょ。意外に真面目な話でびっくりしたでしょ。そう、確かに。なんかごめんなさい、いや、着地してるとこ全然違ったから本当にこれね、大変だ。なんかそれ聞いたらむしろ逆に大事なところ。そうね、ライブも楽しみですね。そうです、そうです。あ、どうなっちゃうんでしょうね。あれ、まさかのこれ江口先生が母。なんで急に、急に江口のお母さんの声入っちゃう。もっと、なんでご飯よ。愛知県15歳女の子、ラジオネームマリア・ホーロック命。マリア・ホーロック命。ブルエン先生こんばんは。私の学校の卒業式の合唱曲がブルーエンカウントの始まりになりました。うわー、マジで最高です。嬉しい。3曲候補があったんですけど、その中でも始まりが学年、学年の9割の人が投票して決まりました。え、ちょっと鳥肌めっちゃ立った。めちゃくちゃ練習していい歌を歌えるようにしたいです。え、なんかやば、俺見に行きたいね。そして私はギターもやってるので、始まりをコピーしてみようと思います。頑張ります。あ、これはちょっとマジで鳥肌立ってる。4人で見に行って泣きたいよね。泣ける。いや、俺これ本当にそのこれなんかの方法で撮ってブレに送るか、こうスクールオブロックに送る。確かにね、先生とかの許可取ってね、これやりましょう。これブレンロックスで聞きたいね。マリア・ホーロック命、もし聞いてたらね、これぜひちょっとマリアお願いします。何らかの方法でね。まだ時間もあると思いますから、ぜひ。このだから始まりという曲で、まあこのアルバムも終わる。そうでございます。わけで重要な曲ですね。ちょうど1年前にこの曲出して、高校サッカー選手。そうだ、そうそうです。応援ソングとして書かせていただいた曲なんですけども、本当にこの曲でブルーエンカウントさらにそのみんなにあの知っていただいたのもありまして、まああの本当にこうお父さんお母さん世代もすごくねこの曲好きだって言っていただいてて、やっぱその学生の頃ってこう挫折の連続、その挫折した先にやっぱりこう立ち上がるのが一個の青春だと思うんですよ、僕は。それをまさに書いた。でもこれってそういえばこのジエンドっていう言葉のその裏にあるものだなと思ったからこそ最後に持ってきましたね。この曲でだから終わるし始まるし、そうなんです。なんすけど、ループにしてたらこの後にまたねジエンドからまた始まるので、ね、すごいですよこれ。なんかね、俺このアルバムって本当嘘でもなんでもなくて、はい、ちょっと奇跡起きてないですか。いや、そうですね。別に、ですよね。そうです。1月に別にジエンド作ろうと思って作ってるわけじゃないんで、すごいですよ。だから全てが重なってます。その曲もそうだけど、やっぱ演奏も多分その4人のなんか気持ちの通じ合い方とか、もあるし、でそれだけじゃなくて、さらになんかそのブルエンを求めてるファンの皆さんとか、これから知る人とか、なんかね、そういうのがこうなんていうの、ガーンって正面衝突する瞬間って、あ、そうですね、多分何度かあるじゃないですか。ありますね。ない人もいるかもしれない。でもそれが多分ここでどでかいのが起きてるアルバムがこのジエンドだなと思って、本当にそういう意味ではすごい僕らもちゃんと前また一歩ね前に進めたアルバムになりましたね。制作も割とスムーズだったんですよ今回。ああ、じゃあ迷いなく。そうなんですよ、ね、だから4人が割と見てるビジョンが結構似てたって、あ、やっぱ早かったのかなっていうのが。唯一の高村先生って、あれどういう、あれ唯一なんですか、もう分かんないですよ。高村先生唯一じゃないんじゃない。そうですね、あの唯一になりたい高村なんです。オンリーワンになりたいと。すみません、野球のコーチみたいな。そうですねみたいな言い方がもう監督かお前。すごくないですか。でもこのアルバム、いや本当運命ですよね。これを作る運命だったと。そうですね、本当に。はい、
ありがとうございます。本当に今日手に入れて、さらにそして、うん、昨日もフラゲして聴いてる生徒、そうですね、うん、まだまだ全曲レビュー、あとね結構サバイバーも残ってるし、おまだ主力残ってますよ、あるし耐えたいやついるだろ絶対、もあるしね、シティ、シティがね、シティはね、で取り合いだぞこれ、シティは今ね、取り合いすごいぞ、ウェブ上で取り合いですよ今これみんな、すげえここ盛り上がってる、俺の街だ俺の街だって言い合ってます、もう国取りがさ始まったから今ね、もうまだ全然間に合うから、いただきストリートになってますね、あれとして今の説明もらっていいですか、今のは俺の19歳じゃない、今のキャンセル代払っていいでしょうかという、お断りいたし、ありがとうございますさようなら。ってことで、11時台も全曲レビューまだまだね、届けていくんで、はい、はい、待ってるよ。てこ田辺先生、田辺先生、はい、あなたが一人で倒れるところを、はい、私も今共に行ったんだ。そうですね、はい、今のはもう本当仇討ちをしてください僕にちょっと今度はね、いや俺は無理の親友だなって今思えて、いやもうこれはもうかなり僕あもう時間なんで終わりですよ。